チャオス。どうも、ポルトだーす。今回は、サムネのタイトルでございますけども、本日はこちらを作らさせていただきました。暑いから持てないと思うけど、結構暑いですよね。結構熱々ですが、あまり傾けれないのもありますが、こちらです。言います。お月見団ねぎのせということで使わせていただきました。これがうまいんですよ。シンプルイズベストです、ね、卵をポシュ。卵は結構もうがっつり火の通った感じしてる。あれでもちょっと半熟感あるな。ちょっと半熟感ありますね。卵いい感じに半熟かもしれんな。結構火は通ってる方や。いい感じの半熟加減かもしれない。ほらほらほら、いい感じに火通ってます。よし、それではいただきます。これが熱すぎるんだよな。多分うまい。おみやつやな、ね、って。うん、でぐ足の効いた風数に絡むうどん、うまい。うどんはやっぱりね、ちょっと俺柔らかいぐらいの方が好きやから。おいねいねえ、君が若干とろけてる感じもある。いい感じの仕上がりになってんじゃないかな。うわ、いい感じ。うまっ。合いますな、やっぱり。うどんか。あれ。うどんと卵の組み合わせは最高ですよね。あっつ。結構グツグツ煮たからさ、かなり熱いっすね。いくやつ。まあでももうこれからの季節だったら冷やしもありかもしれない。冷やしうどんぶっかけとかあるじゃないですか、コンビニで。ぶっかけ釜釜うどんって言ってたね。夏場のね、涼しく食べたい時はさ、あれ結構たまに通すけど、夏場は結構いいっすよね。シンプルやけどめっちゃうまいんで。セブンとかでよく見るからさ、あれ結構好きっす。だからこの熱いのも好きなんですよね。このがっつりグツグツ煮て後に食べる、この熱々のうどん好きなんですよ。爪とかもね、ベタであるっすけど、どっちかというと俺はお月見かな。うまいけど熱すぎる。鬼うまなんだけど、鬼熱すぎるってことで、鬼ダブル鬼っす。やっぱりさ、グツグツ煮てね、作ったもんやから、やっぱ熱々で食べてた方がいいですよ、美味しさ。冷たく食うんやったら、熱々で食いて。これぐらいが来る。今回はね、このうどんをね、2玉使っております。やはり、前回の動画もそうでしたけど、スパゲッティ、ナポリタンの時もやってるな。やっぱり二玉は最低でもってますね。まだ熱いな。いや、これ持ってない。
持ってないので、もう大きいスタイルで書いてます。暑すぎて全然持ってないです。ついだけなんですよね。これね、訳のわからん超カレーね、あれだったらあれけど辛くて熱いですめっさ辛いのも見えてるやつ熱々でかつこのもちもち感とこの出汁の効いたスープがね、マジであるうどんもね、好きな方いると思うんですけど、どっちかというとね、柔らかめがいいんですよ。これもうほんともちもち、もち食ってんじゃねぐらいの柔らかい方が好きな、腰がない方が好きな、どっちかというとうどんに関してね、マジュまだもう半分ぐらい食いましたから、まだ熱いですね。ラーメンですよ、食った時ですよ、何口で麺を全部食い切るかっていうのをやってましたね。ほんとガキの頃っすよ。もう今はもうそんなんできないぐらい熱すぎてもう焼けようするからガキの頃バカげたことしてますね。スーパーで飲むから風数が結構残ってんだよな。美味しいだけやからさ、卵の麺だからネギも残ってるから飲んだ方がいいけど、熱鬼熱、風数がまだ鬼熱や。食いければいいかな。食
復旧だけにしました。スーパーちょっと熱すぎる。はい、こんなもんで、もうほぼ完食だな。お湯出ました。ごちそうさまでございました。うぅ、食ったねうまかったですね。やっぱシンプルイズザベストですね。お包みうどんが卵とネギと肉は入れてますけど、シンプルでいいっすね。正直でネギもなくていいっす。正直卵だけでも十分っすか。もうただ彩り的に緑もあった方がいいかなっていうことでネギ入れましたけど、ネギも正直なくてももうほんとザ男の料理がね簡単で済ませたいならもっとうどんだけでいい。あ、うどんと卵ぐらいです。それにリグ入れるか入れないかのさやかそんな変わんないけどぜひぜひ美味しいございますので皆さんも方ですね。本当に作ってみて食べてみてはいかがでしょうか。それではまた次回のところでお会いしましょう。バイバイ。